あなたの周りにド S の人はいますか？今回の一致は、夫に浮気されて離婚を決意。S っ気のある性格から、ただ離婚するだけでは腹の虫が収まらないと思った一致は、スレミンも悲鳴を上げるとびっきりの方法で浮気夫を地獄へと叩き落とす復讐を実行していく。一致のとんでも復讐劇の始まり始まり。夫に浮気された。二ちゃん民の腹筋を崩壊させたド S 嫁の復讐劇。12月で何を連想する？やっぱりクリスマス？私は夫に浮気されてたことを思い出す最悪な季節。12月に入ったある日、こんな一言で始まるスレが立った。クリスマスと浮気のセットとか毎年絶対思い出すオーズ。スラタン。ここで吐き出してみ楽になるかも。ハゲドー。ありがとう。楽になるかはわからんけど。今夜は数年前の元夫との離婚修羅場話をつらつらと書くね。ある日、部屋の片付けをしてる時にうっかり旦那のカバンを蹴っ飛ばしてしまい、外ポケットに入っていた会社携帯が飛び出してきた。傷ついてたらまずいと思い、画面や角なんかをチェックしていると、ちょうどメッセージが飛んできて画面に通知が表示された。おお、休みの日もお仕事ですか、営業って大変なんだねー。とか思ってたらメッセージの冒頭が、昨日は楽しかった？というものだった。浮気の予感がする。わってかわってか。続きはよ。夫は前日同僚と飲みに行って帰りが遅かったので、そのことかとも思ったが、同僚にわざわざ楽しかったなんてメッセージ送る？と気になってしまい、一度だけロックの会場を試みることに、多分ダメだろうと思いつつ、夫の大好きな女優の誕生日を入力してみた。あっさり解除。何が情報漏洩だ。早速メッセージを見てみると、昨日は楽しかった。今度会えるまで一週間待ちきれない。早く会いたい？なるほど。同僚じゃなくて可愛い後輩ちゃんと会ってたのね。と、冷静に過去のメッセージを見ていくと、夫さんの腕枕、固めだけど気持ちいい。毎日でもしてあげたいよ。奥さんに相手にされないからって激しすぎ、でもすっごく良かった。この下着、可愛くない？今度会う時につけてくね。夫、浮気確定です。真っ黒黒しけ。スケスケ、下着もスケスケ。結婚何年目？スペックも詳しく。当時は結婚5年目、子なし。私はアラサー、食品会社勤務、少しだけぽっちゃり体型。夫は年上の30代後半、商社の営業マン、筋トレが趣味のガチムチ体型。営業の夫は会社支給の携帯を持っていて情報漏洩対策でロックをかけてたけど、それは当たり前と思って気にしてなかった。浮気相手は入社2年目の24歳、システム部門所属。新人研修期間に付き合い出したようだが、相手が研修後1年間、新システムの導入サポートで全国の支社を回っていて、月1で部署に戻った時に夫と会っていた。そして今月でシステム導入が完了し、部署に戻ったようだ。ああもう夫でもなんでもないわ、このクソ男。もっと詳しく読みたいところだったが、夫がいつ起きてくるのかわからないので、とりあえず私の指紋を登録してカバンの中に戻しておいた。指紋認証クリア、これでいつでもチェックできる。一致の手際の良さ。女は怖い怖い。そして一週間後、夫は休日出勤と言っていた日だ。尾行するため、私も休日出勤と言って、夫よりも先に家を出た。待ち合わせは11時にとある駅前のスタバ。携帯チェックで把握済み。先回りして、向かいのお店で朝マック。ちょうど食べ終えた頃に夫が到着。窓際のカウンター席に座った。よっしゃ。準備していたオペラグラスで監視を開始。手にはカウンターを持って、カチカチ歩行者計測してますって擬態だ。旗から見たら怪しかっただろうけど、こっちは必死だった。夫は小柄し服季節に T シャツにジャケットで筋肉アピール。まあマッチョ好き確定だね。カチカチ。そう考えていると、夫の隣に誰かが座ったロングヘアの凛とした綺麗系。カチカチ。あれ？恵子さんじゃない？以前、夫が会社の飲み会でベロベロになってタクシーで帰ってきた時、夫ともう一人の酔いつぶれた女性に挟まれていたのが恵子さん。いや恵子だった。酔っ払いの解放をして家まで送るなんていい人だなぁと思っていたのに。あれは半年ほど前だから、もう付き合ってたのか。カチ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 カ。知らない間に遭遇、浮気相手をいい人だと思ってたってテンプレすぎる。酔っ払いの解放じゃなくて下半身の解放もしてたのな。そう、騙されてたわオーズ。で、続きね。しばらくして二人が店を出たので尾行すると慣れた様子でしてホテルに入っていった。食事でもするのかと思ったら二人はフロントに行ってすぐエレベーターへ。エレベーターは宿泊フロアで止まった。はぁ、昼間から。夫への気持ちがすっと冷めるのを感じ、離婚決定です。ことが終わってホテルを出てくる二人を撮影しようかとも思ったが、ラブホじゃないから証拠としては弱そうだし、何よりも尺だったので、ひとまずその日は帰った。
いろいろやることが出てきて久しぶりに熱く燃えていた。証拠集め。指紋認証クリアしてるから楽勝。プライバシー侵害じゃね。そうなの。携帯のメッセージは証拠にできなそうで、偶然見えたとかじゃないと逆にプライバシー侵害で訴えられるっぽい。仕方ないので証拠はプロに任せることにした。尾行翌日から残業と言ってネカフェで調査会社をリサーチ。独身時代の貯金やへそくりはあるけど、あんな奴らのために使いたくなかったので、そこそこの評判でなるべく安いところに3週間の短期で調査依頼した。リッチ、3週間もよく耐えた。俺ならすぐに突る。ん？まあもう気持ちは冷え切ってたから耐えるというより軽蔑してた。夫が毎日残業大変だなぁとか言って妙にウキウキだったのがムカついたけど、まあそんなこんなで3週間後、調査会社からの結果報告。黒なのは分かってたけど、さすがプロ。証拠がすごい。携帯チェックで行動パターンが読めてたとはいえ、飲み屋やレストランで食事するところ、ラブホから出入りするところ、夜景の見える公園でチューするところまで嫌なのに鮮明に写っている写真が、他にも腕を組んで歩くところやホテルの出入りの動画があったり、何時何分にどこに入ったとか、断片的な会話なども書かれたタイムテーブル式の書類。これだけあれば言い逃れはさせない。バシッと離婚を言い渡してやる。それだけじゃない、密会現場を抑えてやる。調査会社に現場を抑えたら連絡もらえばよかったんじゃ。実は依頼した時にそれも言われてたけど、証拠を抑えればいいと思って断ってた。でも、調査結果を見たらムカついて、ただ離婚するだけじゃ面白くないと思ったのよ。それに、携帯チェックできるから現場を抑えるのは自力でいけるって思ってた。リッチ、怖えー。敵に回すと怖いタイプ。ガクブル。作戦決行は12月中旬の週末。一週間前から。今度の週末に長野へ行って、ここは東京泊まりでクリスマスケーキ製造を手伝うことになった。というその予定を伝えた。私の勤め先にスイーツ部門があり、以前手伝ったことがあったので全く疑われず。そして案の定、土曜に会うメッセージが。しかし、ここで思わぬ問題発生。待ち合わせの時間も場所もわからない。どうやら密会した時に決めたらしい。仕方なく、マンションの出入りがよく見えるマンション横のコインパーキングに、前日にレンタカーを借りて駐車してその中で張り込みすることにした。借りた車は後部座席の窓にフィルムが貼ってあるタイプで安心だ。当日は13時過ぎに家を出た。いつもはしない見送りをする夫。すぐにレンタカーの後部座席に乗り込み、張り込み開始。ゲームで暇つぶしをしながら待っていた。待っていたはずだった、が、この日は天気が良く、心地よい暖かさと座り心地の良いシートに、ずっと睡眠不足だった私はうとうと気づくと辺りは真っ暗だった。あれ？さっきまで日が差してたのに？ふと時計を見ると午後6時。やばっ4時間くらい寝てたらしい。何やってんの？やばたにゅん。焦って車を飛び出し、ベランダ側に回るとまだ部屋の明かりがついていた。よかったー、ほっとして車に戻り、張り込み再開。そこはとつるとこ、なんで戻る？もうね、おしゃれなレストランで食事して綺麗な夜景の見えるホテルで素敵な夜。クリスマス近いからディナーデートだろうって思い込んでた。完全にやらかしてるー。話戻すね。エンジンかけてると怪しまれると思って、エンジンもかけず、寒い車内で張り込むこと3時間、9時になっても夫は出てこない。寒くて、トイレに行きたくなって、作戦失敗かもって思ったら涙目になって、ちょっと弱気になりながら、ベランダ側に回り込むとカーテンに影が2つ。え？うちで3回？人が寝てる間に連れ込んだ？影の一つはロングヘアだったので、多分稽古だろうけど念のためラインで探ってみた。ちょっと休憩。お疲れ。夕飯食べた？もしかして飲みに行ってる？この時期に一人飲みはちょっと家で寂しく飲んでる。ごめんね、明日は午前で終わる予定だから夕飯は一緒に食べれると思う。上無理すんな。はい、嘘つきました。連れ込み確定やっこう。ここは怒るところなんだろうけど喜んでしまったよー。だって、浮気発覚からの怒りのマグマをやっと爆発させられるんだよ。歓喜。見事に罠にはまってくれちゃって。半日潰した甲斐があったってもんよ。喜びにうふるえ、強烈な尿意に身が震え、ひとまず近所のドンキに駆け込んだ。トイレを借りるついでに買い物をして車に戻り、戦闘態勢に入る。テレビで芸人がよくつけてるような GoPro カメラを頭に装着し、ドンキで買ったグッズと白い大きな袋を装備。GoPro カメラで撮影開始と同時にメッセージ再開。オペレーション SD グスを開始します。ちなみに SD グスの意味は、寒い中、どんだけ待ったと思う？限界突破したわ、しばき倒す、です。来たこれ来たこれ来たー。リッチのターン来たー。忘れ物したから今から帰る。5分後。え？どういうこと？長野にいるんじゃないの？持ち帰りしてた書類、今晩中に必要って上司に言われた。今どこ？
新幹線降りてタクシー乗ったからあと10分くらいで着くと思う。2分後。書類どこ？急いでるなら探しとくけど。優しい、けど、社外秘だから自分で探すわ。わかった。ふふ、慌ててるだろうな、ここでテレフォーン。もしもし？今マンションの前。カーテンに影が2つあるけど誰かいる？え？影は5つになってカーテンが開き、ベランダに夫が出てきてキョロキョロ。ヤッホー、と手を振る私。私を見つけて固まる夫。早いねとか言ってる後ろで何やらドタバタと音が。逃すものかと急いで玄関ホールへ行き、止まっていたエレベーターの行き先スイッチを全て押してから階段で5階までダッシュ。これでエレベーターで逃げられる前に部屋見つけるはず。急いでドアの鍵を開けて入室。いつもドアチェーンかけろって言ってたのにかけない夫が悪い。稽古のものと思われるニーハイブーツを外に出してから鍵もドアチェーンもかけた。これですぐには逃げられない。そしてリビングのドアを開けながら、うっは、ドンキで買ったクラッカーパーン、うっは、メリークリスマス、もう一度クラッカーをパーン。メリクリクリスマスは来週なのに気が早すぎ。うっはが痛快でさ、めっちゃ笑顔で一気にまくし立てる。ごめんね、夫くんへのクリスマスプレゼントサプライズで渡したくって。相変わらずベランダで固まっている夫。あれ？どうしたの？あれれ？しまった、クリスマスは来週だった。ごめん間違えちゃった。そういえば誰が来てたの？もう帰った？畳みかけるように言葉を発し、畳みかけるように言葉を発し、わざとらしく家中を歩き回ったよ。頭の GoPro カメラで録画しているのでさながら芸人の突撃レポートだ。誰かいますか？リビングやキッチンには片付けきれなかった飲食の形跡。寝室はクリア、お風呂もクリアでトイレ、開かない。ガチャガチャガチャと、ドアノブが取れるんじゃないかという勢いで回す。少ししてドアが開き、稽古が気まずそうに出てくる。あの、はじめまして、お邪魔してます。稽古さんでしょ？はじめましてじゃないよ。こっちこそお邪魔してごめんなさいね。笑顔で言うと顔色が悪くなった、うっは。楽しい。え、何？一人で飲んでたんじゃなかったの？あ、そのお相談があるって仕事の。そう？そうなんです。どうしても相談したくて、すみません。そうなの？でもなんでトイレ？あ、夫が変なもの食べさせた？大丈夫？いえ、あの、はい、大丈夫です。そっか、ならよかった。デザート買ってきたから一緒に食べよう。二人を無理やりリビングに座らせ、中途半端に片付けられた中から、なんとか食べられそうなリッツを集めてリッツパーティー。笑顔の私と気まずい雰囲気の夫と稽古、なかなか話が弾まない。そうか、頭の GoPro カメラか録画を止めて外し、白い袋の中に片付けた。すると二人は少しホッとしたようで、少しずつ会話が続くようになった。場が少し和んできたところでデザートを出す。はい、プリンです。どうぞとプリンを置く。固まる二人。あ、プリンだった、間違えちゃった、ははは。プリン味のプリンかな。一致がド S すぎる辞任に HP 削ってくるなこれ。で、これは慌てん坊の一致サンタから二人に早めのクリスマスプレゼントね。と言って、大きな白い袋から茶封筒を取り出してそれぞれの前に置く。中身は調査会社の報告書の写し。書類を読み進むにつれて青ざめる二人。これよこれこれ、最高にいい表情だ、これが見たかったんだよ。うわぁ、人の顔色ってこんなに変わるんだ、面白。ざまあ。まあ、調べがついてるんで離婚とそれぞれに慰謝料請求します。そう言うと恵子は携帯を取り出して何やら調べ始めた。やだなぁ恵子さん、話の途中ですよ、人の話はちゃんと聞かないと。と言って、恵子のスマホをすっと取り上げる離婚慰謝料でググってた。そこにピコーンとメッセージが届く。相手はゆうすけ。報告書にあった恵子の彼氏の名前だ。ピコーン、いいこと思いついちゃった。そうだ、恵子さん、お腹の調子悪いなら誰かに迎えに来てもらいましょうか。そう言ってスマホを奪い取り、ゆうすけにビデオ通話をかける。けいこ？どうしたの？画面に映ったゆうすけは、なかなかのイケメンだ。あ、もしもし？ゆうすけさんですか？はじめまして。私、一致と言います。私の夫がけいこさんと同じ会社に勤めててけいこさんと不倫してたんですよ。で、今いわゆる修羅場でして、ほら、携帯のカメラを二人の方に向ける。けいこはとっさに机に突っ伏したけど顔はしっかり見えただろう。夫も全く動かない。二人ともビデオ通話なので下手なことはできないと思ったようだ。え？突然の出来事に無言になるゆうすけ。リアルに恵子さんと私の夫が浮気して修羅場なんです。で、恵子さん、お腹痛くなったみたいなんで今日はお開きにしようと思うんで、ゆうすけさんに迎えに来てもらえないかなと思って、ここでようやく恵子がガバッと身を起こし、携帯を奪い返した。なんちゃってドッキリでした。必死に言い訳をするが、引きつった顔でそんなこと言っても信じてもらえないでしょ、と思っていると。はぁ、あ、俺のことバカにしてんの？こんな時間にそんな悪趣味なドッキリって。
こんなドッキリするなんてがっかりだし、本当に不倫してたなら最低だし。いやもう、俺たち別れよう。はい、別れよういただきました、あいやっこ。嘘嘘嘘、やだやだやだ、ゆうすけ。叫びも虚しく通話終了。ちん。え？別れようって、今の別れし？あら、ゆうすけが誰かわかんなくて今まで固まってたのか。もうなんなの？ゆうすけにバラすなんてゆうすけ関係ないじゃん、最悪。これで本当に別れたら許さないからね。鬼のような形相で私を睨んでから玄関へ行く稽古に。あとは弁護士通しますから。靴は玄関の外ですから。鬼は外、靴も外。いっちぶっちょぶ。おっと、二股かけられてたんだ。それじゃあ、最後の仕上げといきますか。稽古に彼氏、マジか。とショックを受けている夫。あんたは遊びだったんだよ、ざまあ。稽古とは何もないから今日だって本当に仕事の相談だったし、稽古彼氏いるし。浮気調査の報告書を握りしめて何を言ってるんだか。そう？でも調べはついてるんよ、今日だってイチャコラしてたんでしょ？してない、ほんと何もしてないから信じてくれよ。必死な夫を受ける。ふんじゃあちょっと調べるね、そう言って私は寝室へ向かう。さっき寝室を見た時にいかがわしい香りがしていたからだ。ゴミ箱を覗くとあったしぼんだ水風船みたいなのが4つも。これでもなんでもないって？ゴミ箱の中を見せながら夫を問い詰める。いかがわしい香り。した夫、どう返す？これは自分で使ったんだよ。へえ、そうなんだ、元気だね、ずっとレスなのにね。それはお前が悪いんだぞ、母親みたいにあれしろこれしろって。そんなだから母親みたいに見えちゃってそんな気にならないんだよ、仕方ないだろ。ええ、だってあなた、家事能力ゼロだから言わないと何もしないじゃん。母親がちゃんと子育てしてくれてたらもっと可愛い妻になれたのに。おま、母さんのこと悪く言うなよ、今は俺らの問題だろ。確かに、じゃあ話を戻すわ、どうすんの？何が？おお、逆切れですか、全然怖くないけど。これからどうするつもり？どうしたい？どうしよっか？私と離婚して恵子さんと再婚。でも恵子さんにはゆうすけさんって彼氏いるよ。ゆうすけさん、なかなかイケメンだったねー。あなたより若いし、大手企業勤務らしいし。あなた勝てるかな？どうかな？私の問いかけに再び顔色が悪くなる夫やっぱ、楽しい。一気鬼畜か、ガクブルガクブル。追い詰め方すげー、勉強になる。夫は泣き出しながら謝ってきた。ごめん、一致許してくれ、もう絶対にしないからさ。絶対しないなんて絶対嘘、そんなの信じるわけないじゃん。一度裏切る人は何度も繰り返すんだよ。悪いけどその言葉はもう信じられないよ。それに、たとえ次がないとしても、もう復縁への気持ちはゼロ。いやマイナス。嫌いな人と結婚生活を続けるなんて無理。絶対絶対嫌。だから諦めて離婚して。そう言うと、夫は泣き崩れてしまった。ここまでするつもりなかったんだけどな。ぐずぐずと泣き続けている夫に。それじゃあ、仕事の手伝いに戻るね、その書類はあなたにあげるから。そう言ってその日は家を出て満喫に泊まった。本当は夫を家から追い出すつもりだったが、いかがわしい香りのする寝室では寝られない。こうしてオペレーション SDGs 大成功で終わった。一気落ち。完膚なきまで叩きのメス、お見事。ドS女怖いガクブル。その後、改めて離婚の意思を伝え、離婚手続きに入った。財産分与の段階で、夫が通帳からお金を下ろして稽古に貢いでいたことが発覚。それも考慮して財産分与、慰謝料は夫と稽古の両方からしっかりゲット。絞り取れるものは全て絞り取ってやった。稽古は彼氏のゆうすけを選び、夫との関係は終了、夫は筋トレできないほど落ち込んだらしい。しかし、結局稽古と夫の関係がゆうすけにバレて稽古とゆうすけは別れたそうだ。ざまあ。一年後、ガチムチからすっかり安れた元から連絡があった。もう一度やり直したい、だそうで。もちろん速攻でお断りした、だってガチムチだけが取り柄だったのに残念だよ。それに付き合ってる人がいたからね。仕事はすごくできるけど、プライベートではちょっとドジっ子になるギャップ萌えの彼氏。ちょっと失敗した時に怒られる？とびくびくしてるのがたまらなく可愛い。この人とならうまくいきそうって感じ、おっと、のろけちゃった。とにかく、ダラダラと思い出話に付き合ってくれてありがとうね。ドSの一致にお似合いすぎる彼氏で鎖亜銃爆発しろ。こうして一致の復讐は大成功に終わった。今回のお話はいかがだったでしょうか？コメントにて教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、いいねもポチッとしていただけると励みになります。ちなみに、リッツの名前は富や魅力のイメージを呼び起こすため、ザ・リッツ・カールトンにちなんで名付けられたそうですよ。リッツといえばカナッペ、カナッペといえばセレブなイメージ、狙い通りですね。